チャンネル登録者 3.1 万人ありがとう。はい、皆さん、ヨハバンはヨハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、なんとね、14連勝を達成して、マスターに到達しました。これはなんだろうね、白タンかな？白タンサザンロージャー使っていこうかなと思います。これまでね、視聴さんから X の DM でデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。いや、14連勝マスターは、ちょっとね、ユハイチャンネルをね、彷彿とさせますけども、まあ確かにね、これユハイチャンネルは、ちょっと昔にはなるんですけど、14連勝、ラッキーダーツデッキで14連勝マスターをね、達成してますんで、まあ、14連勝とね、縁があるんですけども、いや、すごいね。久々にこういうね、白タンっていうね、環境デッキ握ったんですけど、デッキパワーが、ダンティですわ。めちゃくちゃ強かったんでね、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者4万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録とかできましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。エクザ！さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、さあ、オープニングハンドなんですけども、ドラゴンズサイン、ララー、そしてボイジャー、アガピトス、コッコルアでね、始まった。オープニング感動やっていきましょう。さあ、一旦まあこれ、コッコルは引けてるから、ララ置くか。ララ置いて、次ドラゴンズサイン置きながら、あ、ミラーじゃないこれ。ミラーじゃないか、入ってないのかな、天文かな。いや、だったら俺よって刺さるね。久々にさ、こういう光単色白単か。白単っていうガチデッキ握るから、俺白単ほぼほぼ握ったことないんですよ。なんでね、ちょっとプレイングはご愛嬌ということで、だけどまあ14連勝達成してるってことはまあ相当反響に刺さってるというか、今のニューティベチョのティア1って何なの？俺マジでガチロボとか、今環境さ、ガチロボとガチャデッキしか握ってないからさ、ほぼほぼ環境デッキ紹介してないんだね。やっぱヘルボロフとかかな。ヘルボロフ UK パンクはよく聞きますけどね、さ、バロンワルデ。あ、ワンブースト。俺、ボイジャー。出して軽減しながらかな。さ、オリオティスなんで、さ、ここは一旦ボイジャー行きましょうか。アガピトスも強いもんな。これ踏み倒し行えるし、さ、ココルは。あれだな、サザンとか欲しいね。こうなると。サザンルネッサンス。サザンってどうなの？今、白タンって、天文って強いの？今。天文とか。環境なのかな？エスとかなんかな？ロージアとかね。さ、アガピトス。さ、アガピトス2枚目。ちょっと悪くないんじゃないか。アガピトス2枚目は結構強そうだけれども、いや、アガピトス2枚ちょっと強そうじゃない。さあ、一旦これアガピトスコッコルアに乗っけましょう。で、アガピトスの能力でこれ何踏み倒す、でもこれオリオティスいるんで、相手がドラゴンズサインから何か踏み倒されても大丈夫なんで、これアガピ連打強くない？さあ、アガピ連打行こう。これでめちゃくちゃ踏み倒すよ。で、タップするから。でもこれね、バロアールで取る必要ないかな。男は黙って強気に盾な気がするわ。あー、これ盾に行くわ。で、開いた、ララ。ララ踏み倒して、またまたコスト軽減入りますからね。で、2点パンチ。で、ここでドラゴンズサインとか踏んだとしても、大丈夫。つか、進化クリーチャー盾送りにできないから、あ、バロワールで。はいはいはい。ここで、で、これ殴るときに、さあ、オリオティスでいいか？一応。踏み倒しめたの。いや、めちゃくちゃ強くない？このデッキ。アガピが強いね。で、タップでしょ？で、オリオティスで盤面全勝利用。強すぎるね、このデッキね。で、天文とかでも大丈夫だし、オリオティスが今の関係やっぱ刺さってんな。天文置いて、ジャスティスプラン。で、アルファリオンとか持って、これもうリーサルですね。で、7まだまだ溜まってないんで、ちょっとろれつが回ってないんだけど、7まだ溜まってないんで、これでも大丈夫だしね、殴って天文でも大丈夫なんで、まず一旦アガピから行こうか。で、ソル、はばき。まあ、踏み倒さなくてもいいから盤面パンパンになるし。殴って踏み倒してね、相手の踏み倒しメタって、相当しんどい思いしてんじゃないか。さあ、ここでドラゴンズサイン。ドラゴンズサインでシールドレイユ。大丈夫です。レイユはオリオティスで大丈夫なんで、ララーとオリオティスかな？ここで盾を置く。そうしないと相手リーサルって言われてるんで。さあ、ここ埋め込んでってさ、アガピトスの能力で、これで、シールドレイユとか、あ、でも進化ではないだから、レイユは踏みと、あ、違う、シールドレイユ、あ、なんだっけ、あいつ。
6マナの進化クリーチャーまでも踏み倒せないから意味ないんだけど。さあドラゴンズさん盾強いな。盾めちゃくちゃ強いけど、さあ霊竜関係ない。オリオティスの能力で立たないし、アガピトスは処理できないんで、相手相当しんどいんじゃないこれ。ヘブンズロージアとか出せたら相当強いけど、マナが足りないか。でもこの牙城を崩すには、相手結構なアルファリン置く。6マナでエメラルーダ。あ、強いね、エメラルーダは。で、また盾仕込まれて、でもゴリ押せそうだけどね、ここまで来ると。まあ、何かしらのトリガーは。さあ、サザンルネッサンス。サザンルネッサンスか。サザン。いや、一旦コッコロアでいいか、これ別に。サザンでワンドローしたところだもんね。で、これで、そう、タップして、エメラルーダ破壊して、踏み倒そう。これ、ボイジャーでいいか。で、結局、トリガーなんで、リーサルはないだろうから、ちょっと盤面取ってたね。いや、アガピト強すぎねえか、これ。さあ、光んで、これ、天文1枚じゃ、牙城崩せませんよ。さあ、ボイジャー。アガピが進化ってのが偉いな。で、ここで、ドラゴンズサイン。さあ、またたきましょう。で、サザンが1マナになって、さあ、ドラゴンズサイン。来るのはヘブンズロージア。まあロージア全然いいね。俺でも幹部なんでね。いいね、やっぱホロライブコラボはだいぶいいっすね。いや課金したいんだけどね、俺も高いんだよ。ホロライブコラボ6800円ってのかな、ワンスキン。きついっすよね。でも課金した人結構多いからね、やっぱすごいっすよね、人気が。さあヘブンズロージアとジャンヌ、ジャンヌミゼルか。でもまあ、こんだけ盤面広がってて、ドラゴンズサインある、サザンルレンスタンスある。さあ、バラディオス。強っ。で、これで盤面が全部寝て、これであれなんだ、ミラクルスター、そう。さっき、ミラクルスターで勝ちなんですよね。で、アガピトスが破壊される。火山でドローして、持ってくるか。さあ、ジャンヌで、ミラクルスター勝ちっす。これで勝ちだよね。ドラゴンズサインで、サザンルネサンス。で、ミラクルスター乗っけて、タップで勝ちです。強いんですわ。いざ！あ、でもアガピでも寝るしね。はい。ってことで、ミラクルスターでこれダイレクトアタックです。で、このバラディオスも、このジャンヌ・ミゼルも、起き上がらないんで、ミラクルスターで、はい、強すぎますと。ということで、ミラクルスターでダイレクトアタック、大ことしわー！対戦の方よろしくお願いしますと。さあオープニングハンドなんですけども、ドラゴンズサイン、サザンルネッサンス、アクロワイト、オリオティスでね、始まったアガピトスなんですけど、やっていきましょう。これ相手のデッキによってはオリオティスから入っても全然良さそう。さあ見せてくれ、あんたのデッキタイプを。ニューディビジョン久々に潜ったけど、闇タンが多いイメージだな。なんか闇タンっぽいけどね。エルボロフだし、プレイマットとスリーブがさすがに安直すぎるか。さあ、見せてくれ。でもまあ、マナオキで大体闇タンだったら闇タンって分かりそうなものではありますけどね。さあ、忍者にバンバンバン。これは闇タンですね。さあ、アガピトス。ちょっとこれは一旦アガピトス置こうが2枚なんでね。なんで一貫って、一旦オリオですかな。アクロアイトで、まあでもコスト経験してもいいか。一旦。次、ボイジャーとかだったらめっちゃ強いからね。でまあ、サザンはまあ、タイガニトロで無に返されることもさ、現世から僕は。君を探し始めてます、ボイジャー。ありがとうございます。これどうしようかな、前でも一旦オリオティス置こうかな。刺さる、オリオティスって。でも刺さるかヘルボロフとか出されなくなるけど、でももうなんかぶん殴って勝とうぜ。取るはばき、アガピでぶん殴って勝ちって言ってないか。で、まあコースト踏み倒して、魔老月下城とかしかないっしょ。あ、ディストハンズありますね。さあ、ボン踊りチャージャー。で、タイガニトロって言ってるかな。これ入ってないんでね、マットネスが。ララララララ、サンバリトゥナイ。さあ、ララ行こうか。ララ、そしてサザンルネサンス。タイガニトロでまあ判定されるけど、これ盤面のね、厚みがえぐいんで。で、別にここでタイガニトロ出されたとしても、アガピトス、あ、出るね。ごめん、アガピ出るわ。あ、こんにちは。で、ヘブンズロージアだけ残してればいいしね。で、ヘブンズロージアで、あれだわ、なんだかヘブンズヘブンじゃない方か、
なんだちょっと忘れたわ。フォートレス、縦多ければ流回するやつね。槍のカゴよ。でまあこれはどっちみち半信半疑、あっちこっち、これどっちがいいの。まあソルハバキでいいか。でソルハバキはでもまあ別にここでオリオテス回収したとてだもんな。これ一旦タイガニトロないことにかけてアガプタス回収するってのも手じゃねえのこれ。いや強っ、これだけめちゃくちゃ強くない。さあ2点パンチ、プレイングが合ってるかどうかちょっと置いといてみる。めちゃくちゃ強いんですけど、マロー月下来る。でも月下怖くないよ。学ぶ総条件満たしてませんと。はいはいはい。これエンドかな。で、タイガニトロ怖くないじゃん。これ全然ね。タイガニトロ怖くないし、アガピ、ヘブンズロージア、なんでもござるですよ。ハンドが潤いまくってますね。さあ、5ターン目。でも、ニトロ怖くない。マロー月下、素出しもあるよね。素出しというか、まあ、唱えるのもありそう。で、アガピを破壊してきますが、もう怖くないっすね。トップがボイジャーなんで、ボイジャー。おー、これさ、ボイジャー、アガピトスいけるよね。ボイジャー、僕のボイジャー、セイヘイ、チェゲロですよ、これは。ああ、もう、俺に勝てって言ってる。アガピ、強いよ！マジで。白タン逃げるの久々すぎて忘れたわ。こんな強いんだ、こいつらって。いざで、コッコルは。で、また、マロー月下打つしかないんじゃない相手的に。でも、脳トレだったら勝ちだけどね。デスハンズ1枚じゃあもう問屋下ろさない状況になってきてますしね。強すぎ !1 点。デスハンズ。あい、オッケー。いや、強すぎるわ。マジで強い、このデッキ。ダイレクトアタック、大投手だ。対戦の方よろしくお願いしますと、さオープニングハンドなんですけども、ドラゴンズサイン、コッコロはヘブンズロージやオリオティスでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。レイジクリスタル、そしてトップがサザン。まあこれいらないんじゃない、ドラゴンズサインね。オリオティス、コッコロはヘブンズロージやサザンルネッサンス。綺麗、あまりにも流れが。さあウルソフィア、オシコンか。さあアクロアイトは、さあもうアクロアイト必要ない。さあ行きましょう。コッコルはでいいでしょう。あ、でも次サザンか。ヘブンズロージャー5マナになっちゃうからね。5マナなんでね、次出せないんでね。サザンで一応リソースゴリ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 回復していきましょうか。闇落ちたら2ブースト。落ちません。こいつ何？ボアロジー？あー、なるほどなるほど。まあ、よくわかんないけども。サザン置いて、さあ行きましょう。サザンルネッサンス。おもろいゴーシーコンだね。デッキコードくれないか。これいいデッキっぽいね。で、ロージアで、さあ、ボアロジー来た。初めて見たんだけど、このカード。ミラクル、あー、強さ。生命力を持ったフェアリーミラクルってことこれ。さあ、めちゃくちゃまだ溜まってきてる剣について語り合いたいと。これさ、ヘブンズヘブンでサザンヌネッサンス踏み倒すのはありじゃない。でも、殴って勝ちと。で、リソースもゴリゴリ回復しちゃいましょうと。強すぎますと。で、流回しますからね、ドラゴン。ドラゴンじゃねえわ。あの、ブロッカー3体いるんで。で、ロージア2枚目。盤面7体制限がね、やっぱちょっとな、こういうの惜しいよな。9マナ？何がある？ビオラじゃなくて、ビルヘルムか。ボアロジーいいね、なんか。ドラゴンクエストにいそう。このボアロジーのこのイラスト。めちゃくちゃかっけえじゃん。で、生命力持った打点を持つザ・デッドマン。で、あれかなんだっけ、そうそうそう、2がアブシューム。誘拐してくっかな、アブシューム。してこない。もう殴って勝ちじゃないんじゃ。ネバーエンド。叩えようか。殴って勝ちっておばあちゃんは言ってるけど、ちょっとね、怖いけど、でも殴るしかもう未来はないよね、俺に。チトタンってこんなにぶん殴りできたんだっけ。でも、めちゃくちゃ過剰打点じゃ過剰打点だよな。エイジクリスタルちょっと怖いけど、オラクルジュエルが一番怖いか。でももう行くしかない。行くしか俺に勝ち目はねえ。ノートリ、オラクルジュエルはちょっとさすがにきついけど。ちょっと、きついか？
ボスと5以下の呪文なんてな、別にだもんな。鳥がめちゃくちゃ熱そう。だけど殴らなきゃ未来はないのか。殴りましょう。3点パンチ。俺が我らのなすすべこと。あ、噛んだから負けたかも。なすすべなしになるかも。あ、似てる。頼む。え、これ脳トレある。あ、これ脳トレあるね。はい、こういうデッキなのか。血の探ってのは。違うかもしれないよね。ただとしゃ。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドなんですけども、アクロワイド、ボイジャー、コッコルはサザンルネサンス、ララーでね、始まったオープニングハンドやっていきましょう。めっちゃこれさ、ララーとコッコルワってさすがにコッコルワ優先でいいんだよね。握らすぎてわかんねえんだよな。でもララーとコッコルワもう2枚構えてるっていうのはやっぱちょっと強化だよね、ララー実装されたのは。あ、ヘブンズロージャー強すぎ。これはあまりにもさすがにロージャー優先かな。アクロワイとコッコルワ、ボイジャー、ヘブンズロージャー。さあ、これがスタートダッシュの誇り、怒っていこう。全人類、皆、兄弟、レッドゾーン。レッドゾーンちょっとさ、あれが欲しいよね。そう、オリオティス。そう、オリオティスならね。だけどさすがにここは、いや、むずいけど、一旦これ、オリオティス出しとこうが怖いから。いや、ボイジャーなのか?さすがに。で、次、ロージャー出るじゃん。で、いや、さすがにこれで合ってると思いたいな。これで間違ってるか?さあ、オリオティス。置こう。で、ロージア。でも、エントレスヘブン、殴って、竜海で勝ちなんじゃないかな、もう、レッドゾーンは。で、次、ザレット来たとしてたもの、しても、エスケープで耐える。トリガーもそんなに入ってないでしょ?はい、で、流解する。アタックキャンセルも持ってる。いや、もうこれ勝ちじゃないの?いや、強いな、マジで。で、エンドレスヘブン、化け物説ありますね。で、アタックキャンセルもあるし、あ、でもアタックキャンセルまだ使えないか。天命をなり。もうめちゃくちゃ強いね。もう14連勝しただけありますわ。で、ザレット、レッドゾーンでも、え、これ勝ちじゃんね。レッドゾーンじゃもうどうすることもできないよ。あーでも強いね、ターボ3レッドゾーンは。お前のスピードじゃ届かないと。燃料補給だ。で、レッドゾーンでこいつは縦2枚犠牲にして勝つからね。え、待って、強くね?